里崎チャンネル。じゃあ、こんにちは。さあ、続いてはセリーグですね。はい、今日はですね、はい、天下の関西人気球団、うん、阪神タイガースで、おお、いきます。はい、昨年ドラフト、昨年は、まあ、昨年高卒結構取って、ピッチャー3人、キャッチャー1人、内野手1人、外野手1人と、井原監督は初めから全員高校生にしようというわけではなくて、はい、優先順位の中でそういう結果になったと、うん、はい。まあ、1位の西投手ね、気合満点スタイルで154キロ投げる剛腕、うん、夏の甲子園では16三振完封というところで創志学館、ね、うん、今年2軍で3勝2敗、9試合、3.90、 まあ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 高校生で考えたら、まあいい形で投げれてんじゃないのかなっていうね。1年目にしてはっていう。そう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 、はい、はい、で2位の井上選手、お、履正社の、そう、佐々木おすすめだった、はい、圧倒的な飛距離に技術も兼ね備えているサッカー、甲子園では決勝で星稜奥川から放った逆転スリーランを含む本塁打3本というね、うん、ところで、60試合に出て48安打8本塁打32打点、まあ、打率が2割1分9厘と低いですけど、はい、長打力がね、うん、8本打ってるっていうところの魅力はあるから、そうです、ね、まあ、高校1年目って考えたら、まあ、期待がね、いや、これからめちゃくちゃ楽しみですよね。大きい大きい、いい感じ、60試合出て、うんうん、だからまあね、確率を上げていけばいいんで、はい、でも当たった時の破壊力はね、うん、いいものを持ってるなっていうね、はい、で3位横浜高校から、150キロ超えの直球と打者に消えると言わしめるスライダーが武器、緩急、制球力など課題は多いが、ポテンシャルは世代屈指っていうところでね、はい、及川正孝選手ですね、はい、6試合1勝2敗 6.05、うん、まあね、課題が多いんでね、はい、まあ、ここからですね、うん、だからまあやっぱり西投手がそう考えるとね、安定感あるなっていうね、そうですね、うん、そう思うと。で4位、はい、遠藤選手、東海大相模から、これ内野手ですね、はい、投げては145キロ、打っては高校通算45発、三遊間の深いところからでも自慢の鉄砲が出てアウトにするっていうところで、うん、50試合23安打1本塁打7打点2盗塁と1割6分9厘と、うん、若干まあ寂しいですね、はい、で5位藤田選手が29試合1割8分11本ヒット、うん、中京学院大中京、はい、高校通算24本塁打、高校通算ね、24本塁打打ってもね、なかなかプロでは打てないっていうね、2軍でも、まあ、キャッチャーですね、はい、で6位が小川一平投手、19試合で防御率が 5.82、まあ、2軍では5試合で1勝 1.50 というところで、うん、まあ、前半いいピッチングもしてたんですけど ね、 そうですね、開幕当初はね、うんうん、でまあ、その中でっていうところも考えると、まあ、でもまあポテンシャルの良さはね、いいかなっていう感じもあるんで、まあ、ここからどうなるかっていうね、まあ、ところですけども、はい、やっぱり見るとやっぱ2軍で1点台残すと1軍に行けるっていうような流れですね、まあ、それぐらいなんないとなかなかね、うん、1軍のっていうところは熱いですよね、はい、まあ、でも大卒で19試合投げてるんですね。そうですね、だからまあここからまた1軍の壁をね、どう跳ねのけていくのかっていうね、はい、2年目以降の成長を期待したいっていうところと、うん、でまあ、育成でね、2人、小野寺選手と奥山選手をね、はいはい、でこちら32試合で19安打ね、2割9厘で、奥山選手は12試合で盗塁1個、打率がヒットなしとね、はい、いうところですけども、まあ、比較的試合に出てるなっていう、2軍でも、うん、いや、みんな出てますね、はあ、いい形でね、はい、そこはなんか期待値の表れっていうのもあるのか、うん、まあ、あとはちょっとね、コロナで人がいなくなってね、はい、使わざるを得なくなったっていうところもあるかもわかんないですけど、はい、そこでもね、使ってくれてるっていうところがプラスなんで、はい、そういった面も考えると、まあ、ここからね、どこまで成長できるかっていうところは大きな課題ですけども、うんうん、まあ、でも未来に向かってこう底上げしようっていうドラフトないじゃないですか。そう、ドラフト戦略で言うとね、はい、だから そういう感じで言うとタイガースのドラフト通信簿、はい、評価は ABC ランクで言うと B です。はい、はい、まあ、だって高校なんで、はい、そんな評価することでもないですよね。そうですね、この1年を評価っていうわけではあんまりないですもんね。そうそうそう、これがね、だから3年目5年目にまた再評価の通信簿をやるとまた違うことになってくるんで、うん、だからまあ2024年ぐらいが楽しみですね、はい、この今年のドラフトがね。そうですね、だからね、ちなみにこれをね、あと5年間永遠持ち続けるっていうね、はい、今日の資料はもう毎日持ってるっていう、でもすごいですよね。1年前のもちゃんと綺麗に残してる、新聞も残してるじゃないですか。やっぱ来年ね、はい、使ってやろうと思ってた、はい、すごいな。YouTube いつまでやるんでしょうね。3年後もこの企画やってたら本当すごいですよね。まあ僕がね、生きてる間はやりますけど、はい、あとはですね、はい、一番の問題は僕じゃないんですよ、はいはい、
木村さんですよ。え、なんでですか。そりゃだって結婚して羽ばたいていったらね、はい、卒業するんですよ。そういうこと。いつか卒業していくわけでしょ。いや、わかんないじゃないですか。お腹こんなになってても。あ、いいね。あの、お腹出てても出ていいですか。全然大丈夫です。あの、もうすぐ生まれますよ。いいね、いいね、いいですね。こんにちはって、ちょっと曲がんないですって。これだってね、はい、いわば、やる気があったら一生できるんで、うん、そうですね、うん、佐藤さん、90歳になってもできますね。俺はできる、喋れたらね、はい、あとはあの、東京からいなくなるとできなくなるんですよ。あー、そっか。羽川さんがもしね、はい、仮ですよ、うん、結婚して、はい、旦那さんが、はい、東京じゃない方で引っ越した場合、うん、はい、きついですね。そうですね。だから袴田さん次第です。僕はもう全然、まあ、でも私が辞めるって言ってもどうせ可愛い子連れてくるでしょ。もっと可愛い子愛し合ってさ。袴田さん、はい、顔で佐々木のアシスタントはできないですよ。そうだね。だって、はい、あの、可愛かろうが、はい、まあ、言い方悪いですよ、はい、あの、袴田さんに言ってるわけじゃないっていうことを理解して聞いてください。はい、もちろんです。可愛かろうが、はい、可愛くなかろうが、どうせここでしか一緒にいないんだよ。はい。出たら逆の方向に帰るんだから。そうですね。そうなんですよ。はい、仲悪いわけじゃないですよ。そう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 、はい、まあね、はい、だからまああとはだから2024年ぐらいにね、はい、また見たら楽しいかもかですね。そうですね。でも評価は B ですね。はい、だから来年あたりね、西投手とかも、あと井上選手とかね、はい、外野手ちょっと福留、糸井がね、うん、高年齢化してるんで、さらにね、ポテンシャルを高めて出てきてくれたら面白いですよね。はい。さあ、というところで、うん、今年阪神は誰を取ればいいのかっていうところで、はい、阪神はですね、得点が407、4位で、失点が386で2位、うん、で本塁打96、2位、盗塁65、1位、で打率が2割4分7厘で4位、あ、最下位です、5位タイ、5位タイ、事実上の最下位、中日と一緒 で防御率が 3.58 で2位、うん、でエラーが67、ダントツ1位、一番多い、多いですね。セ・リーグ6位というところでね、うん、もう簡単です、はい、今年の阪神の、はい、取らなきゃいけない選手は、打撃はもちろん、うん、守備力の高い二遊間、やっぱエラーも、はい、今年のタイガースの、うん、もうあの負けてる要因は一、はい、つだけなんですよ、はい、自滅です、はい、もうエラーしすぎです。もう前々から言ってましたね、これ67個、うん、で、あの、冒頭も多いですし、うん、後ろにね、そらすのも多いですし、はい、っていうところを考えると、はい、ミスと、あとエラーに残る、記録に残らないエラーのミスで自滅なんですよ、うん、っていうところはですよ、うん、って考えると、まあ、ホームランも3位か、巨人、DeNA に続いて3位、はい、96本でね、で盗塁は1位なわけでしょ、はい、だからチーム打率が低くてもチーム防御率でしっかり勝っていきたいところなんですよね。うん、でもそこをエラーするから点、だから失点の割に、だから失点、まあ、自責点が少ないんですけど、はい、失点の割に自責点が少ないのはこのエラーが絡みなんですよね。うんうん、やっぱりエラーしないようにしなきゃいけないんで、そうですね、やっぱその二遊間に守備力の高めで打撃がいい人がいたらもう取った方がいいですね、はい、それかもうチーム内でどうにかするしかないんですよ、はい、チーム内でどうにかする場合はもう選手を変えるかコーチを変えるかしかないんですよ、はい、エラーが多いのはもう毎年一緒、うん、でもその現状を変えるためにはもう選手がこれはもう上手くならないから選手を変えるか、うん、もしくは教えてる人が教え方が悪いから教える人を変えるかしかないんですよ、うん、これをもうどっちかやるしかないんですよね、はい、エラーってなんか言えばミスなわけじゃないですか、うん、だから減らそうと思ったらなんか意識で変わりそうな気はするんですけどね。でもその減らすのを練習するもそうだけど、はい、解決法を教えられなかったら、もしくは自分で発見できなかったら分かんないじゃないですか、はい、だからここが問題なわけですよ、うん、そうですね、本人が分からないかもしれないし、うん、教えるのが教えれないかも分かんない、はい、でも教えられなくても本人が気づけばできる、うん、本人が気づかなくても教えれればできる、はい、両方できなかったらもう不幸でしかないんですよ。そうですね。でもそう考えると、うん、去年もそうだったんで、はい、2年連続でこうってことは、うん、もう現状では難しいんちゃうかっていうね、うん、でそう考えると野手、はい、だからまあ今木浪、糸原っていうところが出てますけども、はい、糸原はね2割7分9厘ドバン、うん、で木浪が2割3分4厘、はい、まあ、今ねちょっとね、あのコロナさんでお休みいただいてるんでね、はい、まあ、あれなんですけど、はい、小畑、2割4分4人とか、
ていうところで考えても、二遊間は俺は取った方がいいと思うのね。まあ、そうしたら即戦力系の守備力が高くて、はい、打撃もいい、いればね、はい、情報によるとですね、はい、いい人いますか？いい人はですね、はい、情報によると、はい、この週刊ベースボールによると、はい、俺見てないから分かんないわけ。そうですよね。中央大学の牧選手、はい、広角に打てる打撃は一級品っていうね、うん、足も速いっていう、はい、二遊間守れる、ね、であとはアジア大学の矢野選手とかね、はい、東北福祉の本山選手っていうところがね、まあ、出てますけども、まあ、取った方がいいかなっていうね、っていうところはあります。内野手は。じゃあ、 まあ1位はもしかしたら内野手で行くかもしれない。あ、僕でも阪神のドラフト1位誰取るか知ってるんですよ。あ、もう知ってんですか？はい。あ、それ教えてくれますか？いいですか？はい。あ、じゃあ知っちゃってんですよ。はい。もう誰取るか知っちゃってんですね。はい、そうなんですよ、はい、そうかそうか、はい、教えてください。はい、 CM の後で。さあ、はい、ということで、はい、第一巡選択希望選手、はい、阪神佐藤輝明。近畿大学。はい、近大の佐藤君。はい、はい、行きます、ドラフト1位で。あ、そうなんですか。はい、なんでですか。はい、え、なんでですか。まあ、地元っていうのもあるし、はい、俺はね、うん、これはもう個人の見解だから、はい、あれだけど、俺はもう二遊間を補強した方がいいと思うんだけども、はい、まあ、あの多くの阪神の界隈の人たちは、うん、やっぱあの福留、うん、糸井が高年齢化してるから、うん、外野を、外野もサードを守れるから、はい、外野を入れたいっていうところで、うん、佐藤君を行くらしいんですよね。なるほど、うん、情報によると、はい、でもここはもう俺の勝手なね、はい、あれだけども、うん、もう近本が2年目のジンクスにはまらず、はいはい、今年もしっかりね、ここまで2割9分2厘、盗塁23個と活躍してる、うん、でホームランも9本と、はい、っていうところで活躍してるっていうところもあって、で多分レフトはサンズがね、はい、来年もいると思うのね、うん、となってくるとセンター近本、レフトサンズはもう不動なわけ、はい、でライトの一つのポジションしか空いてないのね、うん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 、でも俺佐藤君を取って、はい、もう福留糸井が引退なんだったら俺いいと思うの、はい、でもいるじゃんね、うん、ってことは使うじゃん、はい、そしたらポジション埋まるじゃんね、うん、そうですね。でしかも他にもね、外野手は、まあ、いるわけじゃんね、うん、そしたらでサードは大山が、まあ、いるわけじゃん、はい、でファーストボーアも多分来年使うと思うのね、うん、でそう考えるとそこまで、まあ、将来的にね、うん、福留糸井は、はい、あのいなくなるから将来的に、まあ、そのライトのポジションを佐藤君っていうところで考えると、まあ、俺はまあありだと思うけど、はい、来年このジャイアンツの独走を止めて勝ちに行きたいんだったら、うん、二遊間の守備の高い、守備力高い打撃のある選手を取ったらね、はい、うん、いいんじゃないのかなと。だからまあいわばね、小深田とか、はい、源田とか、うん、まあでもいきなりじゃなくても、ね、強打とか、はい、うん、あのまあ強打今年ね、ちょっと打率が悪いですけど、はい、じゃ将来的に坂本みたいになるとかっていうところも、はい、で外野はさ、さっきも言ったさ、井上選手がいるわけじゃん、はい、そうですね、履正社から取ったね、将来期待で将来期待で2軍でも8本ホームラン打って、うん、ここを育てるっていう手もあると思う、はい、俺はね、うん、でそう考えるとライトに井上っていう選択肢も将来的には出てくるってことを考えたら、うん、俺は二遊間、もしくは2位でも取れるんだ、だからもう佐藤君行ってもいいけど、はい、じゃあ2位で二遊間とか、あ、いい選手を、うんうん、いればね、取った方が、だから本当にこの内野手いいなーっていう人がいたら一本釣り狙いでも1位で、うん、すごいのがいたらね、俺はちょっとそこまでよく分かんないからあれだけど、うん、すっごいのがいたらいいし、はい、もしいなくてもいなかったら2位とか、はい、では取った方がいいんじゃないのかなっていう。で去年はやっぱ高卒のピッチャーも結構取ってるし、はい、あの西とかね、うん、っていうところも考えると、で外野手の井上もいるし、やっぱ内野がね昨年も1人しか取ってないん でそこら辺はいるんちゃうかっていう ね、ちょっとあとエラーやっぱ減らさなきゃいけないから、はい、だって先発は、まあ、今年で言っても、はい、ピッチャーは、まあ、西、うん、秋山、はい、で外国人でしょ、うんで青柳、うん、とかで中継ぎも、まあ、スワーレス、まあ、藤川がね引退するっていうのもありますけど、まあ、スワーレスとかガンケル、うん、であ高橋あるとこね先発でいい形でいるし、はい、まあ、藤浪がね来年中継ぎなのかなっていうところもあるし、まあ、ピッチャーもね、まあ、そこそこいるん で高校生も取ってるし、はい、うん、まあ、喉から出る手が出るほどピッチャー行かなきゃいけないかっていうところでもないと思うん で毎年ねピッチャー出るんですよ、はい、いいのが、うん、結局ね、去年も奥が佐々木で盛り上がりましたけど、はい、今年はね、早川とか
まあ、出てくるわけですよ、うん、ピッチャーは、はい、そう考えたらやっぱりね1位に野手でもいいかも分かるんですね、あ、そこに言うか、っていうところを考えると意外と蓋開けてみたらちょっとその開始名ぐらいの大卒のピッチャーがうまくいくことがあるじゃないですか、うん、そこはスカウトの目ですね、そうそうそう、うん、だから上位は俺はもう野手多分、でも佐藤君がね1位だ多分、はい、もうそうなんですね、うん、でまあ、あとはさ多分くじ引きになるから、はい、そう引けるかどうかっていうのもあるから、まあ、二遊間は絶対守備力の高い打撃がいい選手は、うん、俺は取った方がいいかなと思います。1位か2位で行くべきと、はい、うん、まあ、どうなるのかね、はい、当日10月26日、はい、お楽しみに、はい。